です。マリーゴールドピアノ初級サビ動画の今日はになりますね。小節で言うと1から8です。ここの左手と両手で合わせる練習していきます。ではこのサビの1小節目から今日練習するパートまで一度弾いてみます。早速説明していきます。まず左手からですね、5番1番です。5番1番ですね、このですねサビはもう全部この5番1番を使っていきます。まあ後半ちょっと違うところもありますけど、とりあえず今日練習するところは全部この5番と1番です。これでレとラ、これをですね、レラ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 、はい、これを4回弾きますね。はい、次にラミとなります。こうですね、でしょうか。では次、今度は 3,4 小節は C、ファのシャープ、これを4回ですね。はい、そしてもう一度ラーミーですね。はい、いいでしょうか。では次 5,6 小節いきます。今度は一つずつ左に移動してソーレですね。はい、次にレーラとなります。この1番でレを弾いてる、ここに5番を持ってきて、はい、こうですね、2回だけです。ここはレラレラ、そして C、ファのシャープになります。こうです。もう一度いきますね。はい、このようになります。ここはちょっと間違いやすいので注意してくださいね。では次、7、8小節いきます。今度はまたソーレですね。そしてラーミとなります。はい、こうですね。両手で合わせる練習していきましょう。まずは 1,2 小節ですね。はい、まずこれだけ練習してください。では次いきます。はい、いいでしょうか。では 1,2 小節続けていきましょう。はい、こうなりますね。もう一度いきます。はい、いいでしょうか。では次 3,4 小節いきましょう。これだけやってください。もう一度いきますね。はい、いいでしょうか。では次いきます。はい、もう一度いきますね。はい、では 3,4 通していきますね。次 5,6 小節いきましょう。ここです。もう一度いきます。はい、いいでしょうか。では次6小節ですね。はい、もう一度いきます。続けていきますね。では次7、8小節いきます。はい、まずはこれだけですね。もう一度いきます。はい、では次のパートですね、最後です。
では7、8続けていきますね。はい、ここでのポイント、ここは6小節ですね。はい、ここのね、左手がね、多分皆さんつまずくと思います。ここですね、レーラレーラシーファのシャープ、ここがねうまくできないと思うんですよ。はい、まあそれまでね左手はずっとに、4回ずつ弾いてたのを、ここは2回ずつですね。もうここはひたすら練習しかないかなと思います。まあ、重点を置いて練習をしてみてください。では後半の方の復習動画でもですね、反復練習をしてみてください。今日練習したパートをこの動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。